こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の幸熊です。さて今回は、戦国武将真田信之の正室、小松姫です。皆様肖像画が、肖像画がありますぞー。日本の姫君ってほとんど肖像画が残ってないから奇跡だよね。しかもなんて美しいの。没後に書かれたものだとは思うが、それでも姫君の姿絵があるとは感動するなー。とんでもない伝説をいくつも持つ、規格外の姫君。しかし戦乱の時代は、彼女と、彼女の嫁いだ家を巻き込み、大きく動いて行きます。とことん強く、美しく、まっすぐな心で、戦国最強一族の真田家を守り、支えた肝っ玉母ちゃん、小松姫のお話です。小松姫は、1573年、三河の国に生まれました。ああ、素敵。父は徳川氏の重臣本多忠勝。母はお久の方。弟に本多忠政、本多忠友がいます。幼名はお姉、稲姫とも呼ばれていました。小松姫は、最強武将だった父忠勝の影響を強く受け、勝ち気で男勝りな姫君だったと言います。城の中庭では、小松姫が剣術の稽古に励む姿がよく見られたとか。そんな活発な彼女、地元の伝承では、村人を襲うとしているイノシシを、たった人たちで撃退したという伝説もあるそうです。いや、あいつはガガキの猛者やないかい。まあ、後世の創作なんだろうが、姫君なのにこんな伝説があるのが面白いな。小松姫が18歳の頃、彼女は父忠勝の主君、徳川家康の養女となりました。そして小松姫の結婚の話になるのですが、これにはとんでもない逸話がございます。徳川家康は、小松姫の婿を選ぶために若い武将たちを集め、彼女に直接選ばせることにしました。一堂に会した武将たちは頭を下げ、家康に平伏していましたが、小松姫は武将たちの髷を掴んで顔を上げさせ、一人一人容姿を確認していったと言います。彼らは、家康の娘となった小松姫に逆らうことは許されないと考え、皆黙ってされるがままになっていました。その中でたった一人、彼女を叱責した武将がいたのです。それは真田家の長男、真田信之でした。信之は、小松姫が自身の髷に触れようとした瞬間、武士の髷に触れるとは無礼な、と言って彼女の手を鉄線で打ち据えたと言います。徳川の姫君に手を上げ恥をかかせた、これは一大事。しかし小松姫は、この方こそ私の夫にふさわしい、武士としての気骨を持ったお方。と言い、信之との結婚を決めたそうです。いや、これどっかのバトル漫画夫婦で見たことあるよ。この私を拳で倒すほどのお刀が。こんなゴリゴリの妃がいるか。ドラマでは必ず書かれる有名で面白い逸話なんだが、実はこれ、後世の創作なんだよ。いくら徳川と言っても、これほどの横暴と無礼を諸大名が許すはずもないし、婿選びも何も、初めから小松姫は信之の元に嫁ぐことが決まっていたんだ。この婚姻はもともと、真田家と徳川家を結ぶためのものだったからな。真田家は、甲斐の武田家に仕えていました。大新元号、故障への恥ずかしいラブレターを現代で大公開されちゃってる新元号。恥ずかし。そのネタもうやめてやれ。1582年、織田との戦いに敗れた武田家は、新元の息子武田勝頼の、により滅亡しました。その後、真田家は織田方の勢力に入りますが、1585年の第一次上田合戦で、徳川家康と敵対。真田軍はその戦いに勝利し、上田城を包囲する7000もの徳川軍をわずか1200の兵力で退けた勇猛さで、その名声を天下に轟かせました。真田かっけー。本能寺の変の後、真田家当主真田正幸は豊臣秀吉に臣従します。その後徳川と和睦を結び、真田家は徳川家康の配下となりました。小松姫の父本多忠勝は、徳川との戦いでの真田信之の勇姿に惚れ込み、家康も真田家との関係を強くするために、小松姫を徳川の養女として真田家に嫁がせたのです。1589年頃に、小松姫は真田家に腰入れするのですが、信之の父正幸は家康との因縁もあり、この婚姻に反対でした。しかし、家康に小松姫を徳川の養女として嫁がせるということまでされてしまっては、断るに断れず、さらに豊臣秀吉の仲立ちもあったため、しぶしぶ結婚を承諾したと言われています。だが、信之にはすでに正室がいたんだ。正室さんは、どうなったの？離婚、実家に返されたの？
側室に格下げとなった。塚嫁に出した実家は、ぶち切れたんじゃ。いや彼女は、真田正幸の兄、信綱の娘なんだよ。親族同士で先に関ヶ原。いやねえよ、徳川が絡んでるんだからそこら辺は兄も仕方ないと理解するだろ。でも格下げはきついわ。きっと陰で泣いてたんだよ。側室に格下げられたからか本名も伝わってなくてな。出家後の聖隠院という方法しか残っていないんだ。ひどくない？信行はこの聖隠院と、とても仲睦まじかったそうだよ。だから側室に格下げされてもそばにいたかったんだね。1590年の小田原征伐後は、正幸が上田城主として上田領を治め、信行は沼田城主となり、北城州を治めました。彼は、小松姫とも良好な関係を築き、夫婦仲はとても良かったと言います。小松姫は二人の女の子を産みましたが、なかなか男子には恵まれませんでした。そんな中、先に男子を産んだのは、側室となった聖隠院だったのです。彼女は1595年に、世継ぎとなる信義を産みました。しやばー、なんでだよ。だってどっちが先に世継ぎを産むかという女の戦いが、名誉多くに毒されすぎだ。そこは武将の妻らしく、お互いきっぱりと割り切っていたと思うぞ。修羅場ないの？お前らは何を期待してるんだ。お前もなんでがっかりしてるんだ。ドロドロは美学である。小松姫は聖隠院の息子の武義も、後継ぎとして立て、自分のこと変わりなく大事にしている。そのためか、文献によっては信義は小松姫が産んだとされているものもあるしな。武闘派姫プラス母性強いとか最強か。小松姫は1597年に次男信正を、1599年に三男信繁を産みました。小松姫は才色兼備で、細やかな気配りもでき、面倒見がいい女性だったそうです。そして、徳川と真田の間を取り持つために尽力していました。義父の正幸はすっかり小松姫を気に入り、信行には過ぎたる嫁じゃと言っていたそうです。さらに小松姫は、贅沢は好まない倹約家でした。夫信行も同じ気質だったようで、夫婦で堅実な財政運営を行っていたそうです。1598年、豊臣秀吉が崩御。秀吉の世継ぎ秀頼を主君とし、新たな体制が組まれましたが、秀頼を支えるはずの五大老の一人徳川家康と、五奉行の一人石田三成が対立。それは次第に激しさを増し、ついには戦に発展してしまいます。そして両軍とも、真田家に自分の陣営に来てほしいと要請したのです。真田家は、どちらにつくべきか。彼らは考え抜いた結果、正幸と信行の弟信繁が豊臣方の西軍につき、信行は徳川方の東軍につくことになりました。もし、どちらかが討ち取られたとしても、残った方が真田家を守ってゆく。こうして家族は、たもとを分かつことを決断したのです。一説では、信行が徳川につくべきだと何度も父正幸を説得したが、正幸が、家康は嫌いじゃあ、と、頑として受け入れなかったらしい。家族のたもとを分かつ理由が、ただの親父の好き嫌いだった。あと、正幸と石田三成の妻が姉妹というつながりもあったとされるがな。信行はその足で、徳川の陣営に合流しました。正幸は、上田城に帰還する途中太孫の顔が見たいと思い立ち、沼田城に向かいます。根性の別れになるかもしれへんもんな。いや、正幸は好きあらば城を乗っ取ってしまおうと画策していたという説もあるぞ。おやじー。城には、留守を守っていた小松姫と子供たちがいました。そこに正幸の使者がやってきて、正幸が孫と会いたがっていると伝えます。信行からの書状で、ことの経緯を知らされていた小松姫は、信行殿はご一緒ですか？と使者に問いました。すると使者は、正幸のみだと答えます。小松姫は使者を追い返すと、鎧をまとい薙刀を構え櫓に上がりました。そして、城門にいる正幸を見下ろし言い放ちます。たとえ舅殿といえども、敵味方となった今、主人の留守を預かる者として城の中には入れられませぬ。それを目の当たりにした正幸は、さすがは本田忠勝の娘、武士の妻女たる者はあでなければならん。と感服し、城に入ることを諦めて近くの寺で休息しました。その翌日、小松姫は兵を引き連れて寺を包囲すると、正幸を子供たちに合わせ、祖父と孫の団らんの時間を作ってあげたと言います。よかったな、親父。これは真田家の書きに書かれていたんだが、しかし、事実かどうかについては意見が分かれていてな。
裁判長、この頃は豊臣家の命令で、ほとんどの諸大名の妻子が大阪屋敷に住んでいました。小松姫も当然大阪にいたため、この時期に彼女が沼田城にいるのはおかしいのです。意味あり。徳川家康が独断で、一部の妻子の里帰りを許していたという記録もあるのです。家康の養女だった小松姫も、その中に含まれていた可能性は十分考えられます。また、小松姫に代わり、大阪に行っていたのは信行の母であるという説もあるのです。裁判長、判決を。知らん。裁判長、おー。いや、1599年に次男産んでんのに大阪行ってるのおかしない？1600年、豊臣方の西軍と徳川方の東軍に分かれ、関ヶ原の戦いが勃発しました。戦いは、その日のうちに東軍の勝利で終わり、家康は1603年に征夷大将軍につき、江戸幕府が始まります。関ヶ原の合戦後、信行は松代藩の藩主として10万石の領土と、さらに正幸が治めていた上田も、信行が譲り受けました。豊臣側の西軍に属した父正幸と信重には、財が言い渡されました。これに対し信行は、ならば私も罪人の子でございます、私にもせ、を命じてください。と、自身の命を懸けて、家康に二人の助命を嘆願しました。小松姫もあらゆる関係者に力を借り、嘆願活動を行います。さらに父本田忠勝にも助力を頼み、忠勝は家康に二人の助命を直訴しました。そして二人は、罪を免れ、高野山へ乗る罪に減刑されたのです。その後、高野山の麓久戸山村に移ったのですが、その暮らしは厳しく、正幸と信重は生活に困窮していました。信行は、二人にお金を送り、生活を支えます。小松姫も自身の手持ちのお金で、食料や日用品を彼らに送り続けました。正幸は小松姫に、お礼の手紙を送っていたそうです。ええ嫁もらったなぁ。ちなみに正幸はそんな苦しい生活にもかかわらず、しっかり側室を作ってたがな。おやじぃ。父から引き継いだ上田は天災が続き、さらに第二次上田合戦の勃発など大きな困難に見舞われました。信行は年貢の減免を行い、用水路を引き、城下町を整備し様々な政策で領内を立て直します。そんな状況でも小松姫は加勢をまとめ、正幸たちに物資を送り続けました。正幸は小松姫に心から感謝し、父忠勝の訃報の際は彼女をとても気遣っていたと言います。正幸は、1611年7月13日に亡くなりました。1614年大阪冬の陣。この頃の信行は病に伏せ、出陣することができませんでした。しかし、ここで参戦しないのは真田家の直れだと考えた小松姫は、まだ年若い長男信義と次男信政を、真田家の代表として参戦させたのです。小松姫の根回しにより徳川から息子たちの出陣が許可され、真田家の面目は保たれました。さらに二人は彼女の弟、本田忠友の陣営に配属されることが決まったのですが、それも小松姫の計画だったそうです。何この陰で暗躍する副沢官。彼女は信義の家臣に向けて、まだ若くいたらぬところも多いでしょうが、くれぐれも二人を頼みます。と手紙を書いています。母として、二人の武功と無事を祈り、戦いに送り出したのです。しかし、いざ二人が無事に帰還すると、一人くらい打ちにすれば、我が家の忠心が示せたのに、と言い切ったと言います。お母さーん。それくらいの気概を見せんか、という意味だと思うぞ。ツンデレが凄まじい。まあ、二人は豊臣の軍に負けて逃げ帰ってきたとも言われているから、ぶち切れたのは事実だろうな。怒りが凄まじい。信行の弟信重は、翌年の大阪夏の陣で豊臣勢として参戦し、家康の本陣まで攻め込む勇猛果敢な戦いを見せましたが、1615年6月3日、無念の中、討ち取られました。真田勝兵衛。家康は、秀吉と同じく、大名の妻を江戸屋敷に住まわせ人質として預かっていました。真田家は、信行の母山手殿が江戸で暮らしていましたが、山手殿が亡くなると、その後は小松姫が江戸へ移り住んだと言われています。1619年頃から小松姫は病がちになり、床に伏せることが多くなりました。そして1620年に、療養のため草津温泉へ行く旅の途中、武蔵の国で体調が悪化し、1620年3月27日、48歳で逝去しました。大切な妻を失った信行は、我が家からともし火が消えた。
と言って嘆いたと言います。数々の困難と危機に見舞われても、その度に持ちこたえ、幕末まで真田家を存続させることができたのは、ひとえに小松姫が家を守り、真田家の人々を一つにまとめ上げてきたからだと言われています。そのたくましさで、真田家を育て上げた豪胆な姫君。今なお輝き続ける真田家の勇姿の陰で、彼女もまた、唯一無二の光だったのです。信行の女性関係は派手ではなく、正院院の他には右京という側室がいただけだったが、小野通という女性に、心を寄せていたそうだよ。他にも側室いたんかい。彼女は信繁との連絡役だったという説もあるが、小松姫も彼女の存在をちゃんと知っていて、亡くなる前に、あの方をお呼びになっていいのですよ。と、信行に言ってやったとも言われている。結局彼女は、信行が呼んでも来なかったらしいが、振られたかざまあ、優しすぎんよ小松姫。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。